多分僕結構見切り発車なんですよ。スタートでガチッと決めすぎてなくて、まあこんぐらい固まればとりあえず書いてみようかって書き出す。先生、こんにちは。こんにちは。本日は私が個人的に質問があります。はい。先生がこの絵を描こうと決めたときに、まずどういう段取りで絵を描き始めるのかなと思って。段取り、描く前の順。はい。例えば、この絵を描くために、まずこういう具材、画材を使おうとか、はいはい。なんかこういう順序で絵を描いていこうとか、はい。なんかそういう下準備をされるのか、はい。それとももう、それこそ気の赴くままに、もういきなりキャンバスに向かって描き始めるのか、なんかもうそういう下準備がもしあるんだってなんか聞いてみたい。なるほど。僕の場合、現時点では、画材については、これ描こうって思った時にもう一緒に決まってる感じですね。あ、これ水彩で描きたい。うん、あ、これアクリルで描こうみたいな感じで決まって、で、例えば、まあ、今、詩人、朱雀白虎聖域、ゲームの絵を描こうと思って進めてるんですけど、例えばそれを例に説明するのであれば、まあ、朱雀の絵を描きたいですって自分の中で決めました。で、そこから何をするかというと、まず調べる。朱雀って何ぞやみたいな。そこの、お題から。うん、情報を集めるってところが、まあ、どの絵に関してもやってるかなっていう。で、その情報を集めるっていうのは、まあ、ネット上で検索するとかもそうですし、まあ、本を読むとか、まあ、図書館行って調べるとかもありますし、あとは体験できるものであればなるべく体験したいなと思っていて、で、それこそ詩人であれば、先々月、その奈良の方に、その日本で最古の、その壁画として詩人が描かれているものがあるんですけど、で、そこに実際足を運んで見てきたりとか、で、風景描くときであれば、まあ、海であれば実際海見て描くとか、そうですよね。うん、やっぱりその体験できるものがあるならなるべくしたいなっていうところで情報を取りに行くっていう。うん、で、やっぱ情報が集めれば集めるほどそこからインスピレーションってやっぱり、まあ、アイディアっていうものはもともとある情報と情報のどう結びつけるかっていうものと思ってるんですよ。なんでその情報の引き出しが多ければ多いほどアイディアが生まれやすくなると思ってるので、やっぱ仕入れてる間に、あ、これって要はこれとつながるのかとか、あ、こんなところあるんだとか、やっぱそういう気づきが、まあ、今まで体験としてもすごい多いので、まず情報を集める、でそうすると自然と、あ、こんな雰囲気にしようかなとかがある程度膨らんでくるので、でその段階でどうしてるかな、なんかスケッチブックとかにラフ画とかを描いてるかもしれないです。ああ、まず。いつも。で、構図を練る。構成というか構図というか。そうですね。そもそも朱雀をどういう向きで描こうかとか、飛んでる姿がいいのか、どっち向けるのかとか、そもそもキャンバスの大きさどういう形がいいかなとか。なんかそういうことを考えながら、というよりはその時点であるイメージをまず吐き出すっていう感覚ですかね。すごいぼんやりしてるんですよ。ふわっとしてるイメージが順番にあるので、もうそれをそのまま書いていくと、なんか自然とそこから線が走って、あ、だったらこうしてみようっていうのがいいかなみたいな感じでっていう感じですかね。僕のパターンですと、その、まあ、朱雀っていうテーマがありつつ、で、その絵を通して何を伝えたいかっていうことを固めて、で、それを、まあ、まずスケッチブックで、鉛筆で、ラフ画で、まあ、こんな感じの構成にしようかな。で、ある程度固まったらキャンバス行くんですけど、で最初、まあ、アクリル画で描いてるので、そのマチエルって言って、まあ、質感みたいな意味合いなんですけど、そのボコボコを作ったりとか、その下地作りをするんですけど、まあ、その朱雀でこういうイメージの絵にしたいですっていうのを意識しながらその下地を作っていく。で、その中でまた変化とかもありつつ、そう、だいたい僕描いてる中で絵変わるんですよ。最初にこう描こうと思った通りに描けなくて、むしろ。描く中でどんどん絵が変化していくんで、自分でもよくわかんないんですけど、まあ意識していることは、その時その時の自分の中に起こる感覚を拾う。
無意識に全てを委ねるっていう表現になるのかもしれないですけど、そこは少なくとも最初に決めた、こういう絵を描いてこういうことを伝えようっていう軸は変わらずに、そこだけ伝え方が少しずつ変化をしていく、なんで最終的な、なんだろう、絵の描く流れとしては、絵のテーマ決めます、スザクでこういう絵にしたいです、で実際それで構図固めます、情報を仕入れたりして、でそれがスタートラインみたいな感じで、でキャンバスから書き出してって、でどんどん変わってって、で最後にあ、OK ってなって終えて、でそこで最終的なタイトルをガチッと固める。あ、でも大体途中でもう7、8割ぐらいで、あ、タイトルこれかなみたいな出てきてる感じはするかもしれないです。なるほど。そこで最終的な、それに合わせてやっぱ絵も変わるんで。はいはい。なるほど。結構そこの完成形と一番最初に描き始めの時って、イメージってやっぱりもうだいぶ変わってはいる感じですかね。そうですね。というよりは、多分僕結構見切り発車なんですよね。スタートラインが。なるほど。スタートでガチッと決めすぎてなくて、こんな、こんぐらい固まればとりあえず書いてみようかって書き出す。なるほど。そうなんで、僕の書き方としてはあんま下書き書かないんですよ。実際キャンバスに書くときも、バーって、チエールで下地作って、で、そのまま色を置いてってって感じで、そう、なんかその結局下書き書いてもそれ通り塗らないんですよ、どんどん変わっていくんで、構図も変わっていくし、むしろ書いたやつを一回また消したりとかしてまた書き直したりとかもするし、でそうやって変化していくんで、全然読めない感じで進んでいって、ただ中にはもうガチッと下書きも超緻密に書いて、それにしっかり色乗せて作っていくっていう方もいらっしゃると思いますし、それはそれで全然いい悪いはないと思うので、やっぱご自身に合う書き方っていうのを見つけていってもらうのが、この動画を見られて書かれてる方がもし意識されるのであれば、僕のやり方が正しいっていうことは一切ないので、ご自身が、その時々で変わると思うんですよ。僕も今こう書いてるけれども、またちょっと年月がかかったら全然違う書き方してるかもしれないし、なんかそうやって、自分の絵も変化していくし、それが成長なのかなとも思うし、その時々の、自分がいいというものを信じてやっていくのがいいのかなと思って、日々書いてる感じですね。なんで、結果的に現時点では今お伝えしたような形で書いてるけども、なんか逆に言うと他の方がどんな風に書いてるかっていうのは僕自身もすごい興味はある部分ですし、逆になんかそのやり方ちょっと試し、もしなんかそういう情報が入ってきたら、あ、一回試しにそのやり方やってみようかなって言って、実際やってみた時自分がどう感じるかっていうのもすごい興味があるし、なんでこの動画を見ていただかったら、あ、僕がこんな風に書いてるなっていうのを知っていただいて、あ、じゃあちょっとそのやり方一回試してみようって言って、なんか遊び感覚で試されてみると、なんか今までの普段の描き方とは違った気づきとかが、その描いてる絵から得られるっていうこともあるのかなと思うので、なんか、やっぱり楽しみながら、絵を描いていただけるといいのかなと思いますね。はい、今日はそんなところで、はい。引き続きですね、役立つ情報を発信していきたいと思いますので、高評価とチャンネル登録お願いします。